家は4期生とご飯行った？だって。やばいやばい、行ってないよ、行ってないよ。本当に急いで行ってくださいって感じですよね。リリカ様はお財布の中身ばらまいたことある？だってありません。お財布の中身はなかなかばらまきません。でもさ、ばらまきやすい財布とかもあるかもね。なんかさ、なんか何、折る数が多ければ多いほどさ、工程が多くてさ大変でばらまいちゃいそうじゃない？財布を使うかとかもありそう。大釜会場1枚だけでも申し込んでいいのでしょうか？だって。ぜひぜひぜひ、1枚でも何枚でもどうぞどうぞよろしくお願いいたします。長財布だとリスク少なそう。そうね、一回も折らないの楽でいいよね。わかる。その代わりカバンの中で存在感でかいって。あ、でもさ、財布ってさ、でかくてもさ、何、カバンの中でさ、あったってなりやすいからさ、全然使いやすい。小さければ小さいほどさ、カバンの中でさ行方不明になってしまうじゃん。どこどこどこってなるから、でかい財布も使いやすいよね。わかる。でも小さいカバンの時は確かに小さい財布じゃないと入んないのか。生誕ハッシュタグ決まりました？だって。え、決まってない。やばい、生誕のハッシュタグを決めないと。どうする、どうしたらいいでしょう、どうする、生誕のハッシュタグどうする。どうする。16 16。みんなハッシュタグってどんな感じなんだっけ。どうする。他のメンバーのやつ知りたい。なんか16歳、16歳、16歳、16歳。ちょっと待って、全然思いつかない。16歳になりました。16。待って、実はまだ16歳です。わかる。意外と iPhone16、 リリカさんも16。わかる、 iPhone16 欲しい。エリカ様16歳、大人の階段登ってます。地球に来て16年目。あ、地球に来て16年目さ、あれだね、はるかさんの時も言ってたね。なんか地球を知ってきたみたいな。花江ちゃんは花江
花絵開花宣言21歳も咲き乱れますだ。なるほどね。どうする？16歳です。鈴木リリカです。いわゆる普通の16歳だわ。わかる。本当は17なんだよな。それ17に使いたい気もするよな。いわゆる普通の17歳だわって15の時に言っちゃったけどね。まあいいか。リリカさんはまだ16だから、あ、16だからいいな。16系の曲好き。歌いたくなっちゃう。リリカはまだ16だからいいね。大好き。あと16系の曲何があるっけ。歌いたくなっちゃう。歌えないけど。ちょっと待って待って待って。16だからいいね。盗んだバイクで走り出しますだって。え、それ16の歌詞あったっけ。どこに16の歌詞あるっけ。15の夜。そう、15だ。15だったな。1個先行っちゃった、ごめんなさい。15の夜。私の方が年上になってしまった。なんで知ってる？え、知ってるよ。好きなので。16は16だからくらいしかない。確かにそうね。17は少女 A だし、まあ、16は17歳はたくさんあるよね。17歳はなんかパッと思い浮かぶものが何かって言われるとちょっとわかんないけど、多分16歳はたくさんある。17はたくさんあるんよ。まあでも17はせっかく少女 A 歌ったところだし、少女 A 文字言いたいところ。